では今からおのおのの思いをここで告白してもらいます。大丈夫、みんな内容は違えど辛いという気持ちは一緒だ。では君から。裏眼金です。よろしく。よろしく裏眼金。僕はクッキングパパって呼ばれてます。でも僕は料理したこともないし。ゆっくりでいいぞ。独身です。なぜクッキングパパって呼ばれてるのか気になって夜しか寝れません。いや、君の気持ちはよくわかる。奴ら人間はたまに意味のわからないことを口にする。僕が渾身の技を披露するときにジャーキージャーキーって叫んでるんだ。意味不明だろ。ああ、意味不明だ。だからクッキングパパって奴は大して意味なんかないのさ。いや、それは。ありがとう、少し楽になったよ。じゃあ次、アルバ君。僕の名はアルバトリオンです。よろしくアルバトリオン。僕はスネオって呼ばれてます。正直憤りしか感じません。そうだよね、よりによってドラえもんのキャラクター。ドラえもんをバカにするんじゃねえ。ドラえもんは素晴らしいアニメだ。だがよりによって映画の時にだけちょっといいやつになるスネオなんだ。せめてジャイアンだろう。いや、そういう問題じゃ。では最後、フルフル君、君の悩みは何だい。チッチンって呼ばれたくない。